マリオシリーズドクターマリオ、ドクターマリオは1990年7月27日に日本のニンテンドーから発売されたファミリーコンピュータ及びゲームボーイ用落ち物パズルゲーム。医師のマリオが繁殖したウイルスをカプセルを使って退治していくゲームとなっている。ウイルスとカプセルにそれぞれ3色の種類があり、計6通りの組み合わせによって、 画面内のウイルスを消去していくことを特徴としている。開発は、任天堂開発第一部が行い、ファミリーコンピュータ版のスタッフは、ゲームボーイ要素フトと、スーパーマリオランドのプログラムを手掛けた、原田隆弘が、プロデューサー、横井君平が、ゲームデザインを担当し、ゲームボーイ版のスタッフは横井がプロデューサーを担当、ディレクターは、山上人と原田が担当、音楽は、両騎とも、 田中博和が担当している。1997年には、スーパーファミコンの周辺機器サテラビューにて、ドクターマリオ BS 版が放送されたほか、2004年には、ゲームボーイアドバンス用ソフトとして、ファミコンミニシリーズにて発売された。2011年には、ニンテンドー 3DS 用ソフトとして、ゲームボーイ版が、バーチャルコンソールにて、配信。2014年には Wii U 用ソフトとして、 ファミリーコンピュータ版がバーチャルコンソールにて配信された。2018年9月19日からは、任天堂ス e n d o のサービスである、ファミリーコンピュータ任天堂ス e n d o s w i t ンにて、ファミリーコンピュータ版が配信。同年12月12日には、ドクターマリオ知る人ぞ知る、UFO 直前バージョンと題した特別版も配信された。それ以外にも様々な機種において、 アレンジ版が発売されている。ファミリーコンピュータ版及びゲームボーイ版はゲーム誌ファミコン通信のクロスレビューにてシルバー電動を獲得した。任天堂が手掛けるパズルゲームシリーズ。各社より類似のパズルゲームが発売されたが、その中でもゲーム誌や子供向け雑誌での度重なる特集記事の掲載。任天堂の一社提供テレビ番組スーパーマリオクラブにおける 対戦風景の放送など隠しメディアでの露出も、手伝い、後継作品の、ヨッシーの卵が発売されるまで長期にわたり、人気を保った。とりわけ、当時としては、主婦層の人気を集めた。スーパーマリオブラザーズなどの主人公、マリオが、医師に奮し、瓶の中に繁殖したウイルスを、カプセルを使って退治していくというもの。ウイルスは赤、青、木の3種類がいて、 カプセルの色はそれに対応している。画面上のマリオが全部で6通りある組み合わせから、ランダムに選んで投げられるカプセルを、縦か横一列に同じ色を、ウイルスを含め4つ以上つなげると消える。瓶の中にいるウイルスをすべて消せば、ステージクリア。その前に、カプセルが積み上がって、瓶の上まで詰まると、ゲームオーバー。色が3色。 カプセルの組み合わせが全部で6通りしかないため、テトリスや、ぷよぷよなどといった他の落ち物パズルゲームに比べて、狙っている落ち物が比較的来やすいのも特徴である。スピードが、ローメドハイの3段階に、レベルが0から20の21段階に変更、可能である。スピードが、ローから、メド、メドからハイになるにつれて、カプセルが落ちる速度が速くなり、 得点もスピードに応じて高くなる。レベルが高くなるにつれてウイルスの数が4匹ずつ増える。ただしレベル20以降は変化がない。設定を変えることによって自分の実力に合う設定でプレイできる。BGM はフィーバーチルオフの3種類から選択可能。オリジナル瓶の中にあるウイルスをすべて消すことが目的となっている。なおウイルスを消すと 画面下部のウイルスが一定時間ひっくり返ってもガキ苦しみ、特定の色のウイルスがすべて消されると、画面下部の対応した色のウイルスも消滅する。ファミコン版では、スピードハイ MID のレベル5.1015.20、スピードローの20をクリアすると、デモ画面が見られる。ゲームボーイ版では、スピードハイのレベル5.1015.20、 スピード MID のレベル20をクリアするとデモ画面が見られる。それらはレベルごと機種ごとに少し違う展開になる。レベル20クリア後は21、22と続いていくが最大レベルは24まででレベル24をクリアすると再びレベル24が繰り返される。お話対戦のルールでコンピュータが操作するキャラと順番に戦って勝ち抜くモード。 ワリオランドさんのキャラクターたちが登場する。盗まれた薬を取り戻すのが、目的のマリオ編と薬を横取りするのが、目的のワリオ編があり、対戦するキャラクターが若干違ってくる。難易度ノーマル以上で、ノーコンティニューで、ボスキャラを倒すと隠しキャラとの対戦になる。この対戦もノーコンティニューでクリアすれば、VS コムで選択可能になる。 VS コムコンピュータと対戦ゲームをプレイするモード。SFC は3色のウイルス。GC はお話に登場したキャラクター、グバウィーウェアダシーウェアは3段階の難易度から対戦相手を選択してプレイする。フラッシュ瓶の中にいる光るウイルスを先に全滅させた方が勝ちになる対戦ゲーム。その他のルール、設定は VS コムと同じ。耐久、パネルで、ポンのように、 銀の底部から新しいウイルスがどんどん現れる。連鎖を起こすことでウイルスがせり上がるのを少しの間食い止めることができる。ゲームオーバーになるまで半永久的にプレイできるモード。スコアアタック3分間の間にどれだけウイルスを消すことができるか競うモード。制限時間内に全て消せばボーナスが出る。VS2P2 人で対戦するモード。対戦時には一度に 複数のカプセル及びウイルスを消すと相手の瓶に消した数に応じてハーフカプセルが降り注ぐ相手より先にウイルスをすべて消すか相手の瓶の上までカプセルが積み上がると1ポイント獲得3ポイント選手で勝利となるスピードレベルはプレイヤーごとに変更が可能でこれに差をつけることによりハンデ戦も可能フラッシュ2人でフラッシュ対戦をするモード スコアアタックどちらがより多く得点できるか競うモード。ルールは一人用と同じ。VS4P4 人で対戦モードをプレイするモード。人数が足りない場合はコンピュータが操作を担当する。連鎖の最初に消したウイルスの色で攻撃対象が決まる。フラッシュ4人でフラッシュ対戦をするモード。タッグバトル2対2でチーム対戦をするモード。味方を攻撃するとハーフカプセルがストックされ、 次に敵を攻撃した時に追加して落下させることができる。ファミリーコンピュータ版、ゲームボーイ版ファミリーコンピュータ版ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは合計31点でシルバー電動を獲得。ゲーム誌、ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は22.27点。ゲームボーイ版ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは 合計31点でシルバー電動を獲得。ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は22.32点。ファミコン 20th アニバーサリーオリジナルサウンドトラックスボリューム3ファミコンサウンドヒストリーシリーズマリオザミュージックサイトロンデジタルコンテンツより発売された CD 内の1作品として収録されている。 VS ドクターマリオ1990年に、米国で稼働していた、ニンテンドー VS システム対応のアーケードゲーム版。日本では稼働していない。ドクターマリオ VS 版サテラビューで1997年3月30日より、放送開始。スーパー、Nintendo ンンエンターテイメントシステム用ソフトとして、日本国外でのみ発売されていた、テトリスドクターマリオから、 ドクターマリオを引用し、4月のイベントゲームとして放送。イベントの内容は、ハイスコアを競うという単純なものであった。イベント期間終了後も繰り返し再放送が行われ、サテラビューのサービス終了日である2000年6月30日の最終配信ゲームとなった。ゲーム内容は、ファミコン版と大差はないが、上位機種への移植に伴うグラフィックや BGM の向上、 デモ画面の変更がされたことに加え、コンピュータとの対戦プレイ、ハイスコアの記録が可能となっている。また、レベル21以降もウイルスの数が増えるのは、今作で初めてである。ドクター・マリオ1998年6月1日、供給。内容は、前年のサテラビュー版と同一。異なる点は、タイトル画面の著作権表記に1998と追加されたくらいである。 日本のスーパーファミコン最後のマリオシリーズとなった。ニンテンドパズルコレクション2003年2月7日発売。日本国外の市場のみで発売されていた、ニンテンド64用ソフト、ドクターマリオ64をパネルでポン、ヨッシーのクッキーと共に収録。4人対戦など数多くのゲームモードが追加された。この作品から、対戦 BGM にキューブとクエックが加わった。 ストーリーモードではマリオだけでなくワリオの話も用意されている。同梱または別売りのグバケーブルを使用することでゲームボーイアドバンスにファミコン版をダウンロードさせることができる。ただしこちらは一人用のみで対戦プレイはできない。さらにテレビとは画面比率が異なるためやや上下に潰れた状態で表示される。 ドクターマリオファミコンミニシリーズとして2004年5月21日に発売。ニンテンドパズルコレクションのダウンロード版とは異なり、通信ケーブルやワイヤレスアダプタを使用することで対戦プレイが可能。ドクターマリオパネルで、ポン、スーパーマリオブラザーズ発売20周年記念ソフトの一つ。2005年9月13日発売。人気が高かったパズルゲームであるドクターマリオと、 パネルでポーンを収録して発売。ドクターマリオは、ニンテンドパズルコレクションに収録されたものと似た見た目となっている。ゲーム内容は、スーパーファミコン版とほぼ同じだが、先に光るウイルスをすべて消したプレイヤーが勝利となる。モード、フラッシュが、ニンテンドパズルコレクション版より追加されている。また、メイドインワリオ内のミニゲーム、ドクターワリオ同様、オリジナルに比べて、瓶の高さが低く。 ウイルスの数もやや少ない。今作では、レベル20をクリアすると21以降を、レベル選択画面で選ぶことができるようになる。ちなみに、レベルは表示上は99まで存在し、レベル99をクリアすると、ウイルスの数が変わらないままレベル0に戻される。マリオテニスアドバンスと共にゲームボーイアドバンス最後の、マリオシリーズの新作ソフトであった。 ドクターマリオ最近撲滅2008年3月25日配信開始ドクターマリオともっと脳を鍛える大人の DS トレーニング内の最近撲滅を収録キャラクターが 2D から 3DCG で描画されるようになった操作方法ルール説明機能が付き透過カプセルが3個先まで表示されるようになった Wi-Fi コネクションによるオンライン対戦 ソフトを持っている相手との対戦のほか、ソフトを持っていない人に、フレンド対戦限定版ドクターマリオを配布して、対戦することもできる。対戦モードや、最近撲滅モードの際には、キャラクターをドクターマリオからミーに変更できる。ちょっとドクターマリオ2008年12月24日、配信開始。オリジナルと VS、コムのみの一人専用。 グラフィックや BGM は WiiWear 版と同一。プレイヤーのンは画画面に、コンピュータのンは上画面に表示される。今作では、レベル21以降もウイルスの数が増え、最大は、レベル24の99である。レベル25以降もあるが、ウイルスの数は99固定となる。ドクタールイージー最近撲滅2014年1月15日に配信。ゲーム内容は、 ドクターマリオ最近撲滅と同様だが、マリオの代わりに、ルイージが登場する。また、従来のカプセルに加えて、L 字型のカプセルも登場する。ドクターマリオ逆転。特攻役最近撲滅2015年5月31日に配信。従来のカプセルを使う、ドクターマリオ、L 字型カプセルを使う、ドクタールイージ 3DS 本体を縦に持って、 タッチペンでカプセルを動かす。最近撲滅の3つのゲームモードを収録している。一度に多くのウイルスやカプセルを消せる新アイテム特効薬が登場する。ドクターマリオワールド2019年7月10日配信。本作ではウイルスが画面上側に配置され、カプセルが画面下から上方向へ浮くように動く。また、カプセルの使用個数に上限があるステージや、 制限時間が設けているステージもある。この他、プレイ中に使用できる補助アイテムの登場やマリオ、以外のドクターも選択できそれぞれ固有の特殊技を発動できる、コイン集めなどウイルスの全滅以外をクリア条件とするステージがあるなど、様々な新要素が含まれている。もとこちゃんのワンダーキッチン、マヨネーズ質問コーナー内にて、マヨネーズに含まれる巣の殺菌力を説明する際に、 バイキン役でウイルスが登場した。メイドインワリオ、集まれ。メイドインワリオ画面上に2匹いるウイルスをカプセル1個で消すという一手詰めのプチゲームと主人公がワリオでウイルスの顔も違うミニゲームのドクターワリオが収録されている。オリジナルに比べて瓶の中が狭く BGM はチルノミマリオルイージ RPG 的キャラとして 原作のウイルスが登場。攻撃すると色が変化し、色を揃えると消滅する。普通にダメージを与えて倒すこともできる。東北大学未来科学技術共同研究センター、川島隆太教授監修もっと脳を鍛える。大人の DS トレーニング原作のルールを踏襲した、細菌撲滅というサブゲームが登場。タッチ操作でカプセルを移動させる。落下中のカプセルはすべて移動可能。 BGM は、原作の曲のアルゴールアレンジ。東北大学カレー医学研究所、川島隆太教授監修、ちょっと脳を鍛える、大人のダシートレーニング、もっと脳を鍛える、大人の DS トレーニングと、同じく、最近撲滅が収録されている。ウイルスが、ドクターマリオの絵に近くなり途中保存ができるようになった。東北大学カレー医学研究所、 川島竜太教授監修ものすごく脳を鍛える5分間の鬼トレーニング細菌撲滅が収録されているウイルスのデザインやシステムはちょっと脳を鍛える大人のダシートレーニングと同様マリオルイージ RPG4 ドリームアドベンチャー的キャラとしてウイルスが登場縦か横一列に同じ色のウイルスを揃えると消滅する普通にダメージを与えて倒すこともできる リアル脱出ゲーム、任天堂 t e ー d 3DS 超破壊計画からの脱出ミニゲーム、ウイルスアタッカーとして登場。ゲーム内ではウイルスではなくドクロが登場し、ドクロを消すごとに隠れていたキーワードが現れる。スーパーマリオオデッセイ、ドクターブク、ドクターボーが衣装として登場。プレイヤーキャラクターとしてドクターマリオが登場するほか、BGM のアレンジ曲が使用されている。 大乱闘スマッシュブラザーズデラックス、隠しキャラクターとして登場。基本的な動きや技はマリオと同一だが、通常必殺技がファイヤーボールではなくカプセルになっている。フィギュアメーカーによると運動不足で通常のマリオより足が遅くなっているという。大乱闘スマッシュブラザーズ X プレイヤーキャラクターとしては登場しない。ドクターマリオ関連の BGM に チルのアレンジ曲が追加されている。また、収集要素のシールでは、ニンテンドパズルコレクション版のウイルス、青、ウイルス、赤、ウイルス、黄、カプセルが登場する。大乱闘スマッシュブラザーズ4ニンテンド 3DS、Wii ユーしキャラクターとして登場。基本的には以前と同様だが、技の威力や機動力等が変更されている。最後の切り札は、 両手から巨大なカプセルの波動を打ち出すドクターファイナル。前作では登場しなかったが、ディレクターの桜井正宏は復活を望むファンが声が多かったことを明かしている。大乱闘スマッシュブラザーズスペーシャル基本的には以前と同様だが、一部技の種類が変更されている。また、キャラクター強化要素のスピリッツとしてウイルスのイラストも登場し、入手時に行われる戦闘では、 赤色、青色、黄色のカービィがウイルスに噴している。ありがとうございます。